どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ソルト&サンクチュアリ、プレイ再開していきたいと思います。さてと、ちょっと知り合いから情報をいただいたので、早速やってみたいと思います。どれだったかな？これを使うと、どこだったかな？なんか、行ったことのあるサンクチュアリへ行けるよっていうやつと、これか？これですね。これをちょこっと使ってみましょう。さて、トラベル。あれ？どこにも行けない。どういうことだ？これ、あれ？行けるんじゃないの？どういうこと？ガイドの置かれている場所に行けるって、ガイドが置かれてないといけないってことか。やっちゃったぜ。まあまあまあ。どちらにしろ、ちょっと、後ろで、両手剣取り逃してるよっていうことを聞いたのでちょっと戻りたいと思います。今回 Worthless Village ってことでちょっと戻ろう。ああ、ひどい目に序盤から会っています。私、さて、後ろの方で取り逃したアイテムが2、3あるんだけど、まあ一つが覚えてるでしょうか。俺言ってたこれ、持ち運べるよう上がんないと辛いよねとか言ってたじゃないですか。まあ例によって例のごとく、実は取り逃してました。後ろにあるみたい。で、それは、大体の場所聞いたんだけど、正確な場所がわからないので、ちょっと探すけど、あとは、剣。クイーン・オブ・スマイルと戦った、あの場所あるじゃないですか。あそこの、サンクチュアリから出て、右上行ってると、あるよっていうふうに聞いたので、そちらの方にちょっと行ってみたいと思います。やっと。こんなあったっけ？あら？全く覚えてないんだけど、何回で見つけたよ。ウィルパワーが上がる。おお、持ち運べる量が上がるぜ。素晴らしい。持ち運べる量じゃない、ドロップレート。めちゃくちゃ上がるな。まあ、こんな感じでね、結構取り逃してるアイテムあるっぽいよね。で、いうことで、ちょっと一旦戻ってみたいと思います。まあ、ついでにね。ついでにレベ上げも兼ねてるということで、これで戻るの何回目だよって気はするけど、というかあれどうやったらガイド配置できるんだろう。なんか行ったことのあるところをどこにでもワープできるっていうアイテム持ってるにもかかわらずワープができないんだか。俺これを捧げればいいのか。ああ、そう、あともう一つ、進行あるじゃないですか。進行値が上がっていると、特定の派閥のね、進行値が上がっていると売られるアイテムも強化されるらしいんだけど、で、前に、この人のアイテム持ってないね。うん、持ってないね。さて、で、前に入手しようとしていた両手剣なんだけど、両手剣を売ってくれるのが、どうやら上の鍛冶師さんいるじゃないですか。あの人を売ってくれるんだけど、進行値が2じゃないといけない。新しい神々の信仰ですね。キングナイト、ジャッジの信仰のはず。あれが上がってないとダメだったっぽい。ので、ちょっと行ってみよう。さて、サンクシュアリから右上とのことなので、ここから右上ってことかな。これにどうやったらまた、信仰を授けることができるのだろうか。ここで使うとかかな。できないね。この人が打ってくれるらしかったんだけど、まあ当然のように打ってくれない。エーミングソード、バランギアンソード。さて、ちょっと確認をしたいのだけど、これだけか、打ってくれるのは。さて、進行を取り戻すには、あの序盤の方のやつ行かないといけないのかな。気になるな。ここから落ちて死んだのかな、あの人は。さて、ここから右上っていう風に聞いたのだけど、どうやって右上に行くんだ。まず、はい、ガード覚えてるよ。さすがに今回は覚えてるよ。ここかな。俺でもここから来たことあるよね。ここか。もう両手剣とりあえず一部は使えるはずなので、早めに取れるのであれば取ってしまいたいよね。はい、 OK。 でまあここは OK。 ここか、こ
そこをちゃんと探索してないか俺。はい、とりあえず倒すよ。もう別にね、ここら辺を探索するのは問題ないんだけど、探索すればするほどアイテムなどが手に入るのでぶっちゃけ嬉しいんだけど、ここの上の方かな。あ、これはアイテムあるね、確かに。あ、これだ、探してたリング、これですね。で、インクレスト、エンドリアンスと、で、このクリスタルが何だったっけ。こちらの方がいいかな。で、これでちょっとした防具の改造というか使えるようになるよ。あれ？ああ、なったなった。あ、オッケーオッケーオッケー。あれ、なぜここにすると、あ、そっか、その後に計算されるのか。指輪、あの右上かな、両手剣は。どうしよう、右行くか。ダメで、もともと行くぜ。かがり火にしか見えへん。グレイパール、キャスティグラウンド、これ頭装備で、何こいつら、嫌な予感しかしねえよ。やらせないよ、やらせないよ、やらせないよ、やらされたよ。大変よろしくないですね。死んだ、死んだよ。1900もソルトを取られたよ。さて、ここにまたどちらにしろ戻ってくるつもりなのだけど、とりあえず今度は上の方から行きたい。さて、上の方からどうやって行くんだっていう話だけど、防御能力が上がってるはずなのに、そんな気は全くしない私です。というか重量が足りないよね、全然。これでも強化したにもかかわらず全然足りない。で、上から行くならこっちか。こっちは狼いるところだっけ。どちらに隠し通路みたいなところの、あ、これだよ。全然違った、ま、でも取れたならいいや。あー、すげえ攻撃力上がる。30まで行くよ。すーげえ上がる。これだよ、こういうの欲しかったのさ。見てよこれ、重い。で、なのでまたこちらに変えてしまうことになってしまったが、これで使えるのか、ギリギリ。あ、使える、こいつはいいや。そしてでかいのでかなり使い勝手がいいですね。よし、ストリングスをどんどん上げて次のやつも使えるようにしてしまいたい。よし、上がりましたよ。で、下突きは、あ、やっぱりある。素晴らしい、これだよ。こういうのが欲しかったのさ、旦那。見て、このガードしても11ですって、奥さん。見ました？これを最大値まで強化してもいいんじゃないかな。そんなことはないって、俺もそう思う。さて、あとは右上に取っていないアイテムがあるっぽかったので、そちらの方に行きたいよ。いやー、素晴らしい。ほんと、何だったんだ、今までの苦労は。今での私の苦労は何だったのか。で、この上に登ってからだよな。重量足りてないけど大丈夫か、でも。どちらにしろ掴まれたら終わるよね。ちなみに攻撃速度が上がりはつけてるんだけど、で、700円でポーションのとこ危ないので。さて、あとはなくしたアイテムをなんとかして入手しないとね。ああ、ここから行くのか多分。はい、倒しました。素晴らしい、一撃で倒せているので、これあれだよね、パワーアップというかレベ上げがはかどるのでは。これを事前にね、取っていたならば、あのクラーケンももっと簡単に倒せたのではないでしょうか。ただ使用するスタミナの量がさっきのやつと多分違うはずだから、そこら辺は気をつけないとだけど。ここか、あ、ダメだ、ジャンプじゃ届かないや。ここでいいの、あ、ダメだ、ここからでは上には登れないってことは、ここから行くしかないのか。どうやってあれ取るんだろう。はい、一発。あいつらのところにわざわざ行く価値はあるのか。というか、帰りどうするよ俺、足場ないで。
あ、落ちない。困ったな。やめてくれ、やめてくれ。割とマジでやめてほしい。やばい、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 やばい。また死んだ。で、死んだやつが違うから永遠に1940のソルトをなくしてしまったと出ましたね。よし、とりあえず今回はここまででいいや。あとは普通に進行してしまいましょう。できればここのこれを進行したいんだけど、どうすればいいのかな。上の方に戻ればいいのだろうか。この人が長剣系を打ってくれるんだったら、 長い剣の方を打ってくれるんだったらそっちの方がいいよね。どうしよう、これ強化した方がいいのか、トランスミュートで変質させた方がいいのかがわからないな。もうすぐ次のやつが手に入ってしまいそうでちょっと怖いな。どうするよ、ちょっと開けとく。あれ大量にあるし、ちょっと使ってあげてみよう。ちょうど250だ、素晴らしい。倍じゃないです、アップグレードでお願いします。このクレイモア3をアップグレード。クレイモア1で、例えば次強化するんだったら、あ、2歩同しか上がらないのか。必要な個数もだんだん上がってくね。まあおいおい考えてみよう。さて進行が上げられるか、上の方にちょっと行ってみよう。いろいろと試してみようぜ。というか盾強化してあれ上げた方がいいのかな、あの防御の値。この剣を強化した方がいいのか、この剣じゃない、盾を強化した方がいいのか、他のやつ強化した方がいいのか、ちょっとここら辺が不明だ。てかこの剣空中でコンボができないね。あれ他のもできたっけ。できたよね確か。はい、いや素晴らしい、非常に使い勝手がいいですね。攻撃力上がってるからそんな気がしてるからかもしれないけどね。おっと忘れていた、全然防御間に合ったのでいいのだけど。攻撃範囲広い、使いやすい。でも気をつけないとこんな感じになるよ。てかお前ら壁の中入るのかよ。前も言ったような気がするけど、こっち入れないから壁の中は勘弁してくださいってことで。で進行はおそらくここだと思うんだよな、できるなら。あの前に初めて進行をやったところですね。ここじゃないのかなっていう気がするよ。ああできないや、あの人いないしね、ここの人。あ違う、あの人じゃないや、ここに最初の方にいたんだよね確か。これにおっちゃんいたよね。おっちゃんいなくなってるかなこれは。あおっちゃんいなくなってだ。お金あったんだここ。おっちゃんいなくなってエラー。よししょうがないね。ていうかここほんと綺麗だよな。あれか、じゃあ進行を変えるともう進行できなくなるってことか、前のやつは。しょうがないね、やっちゃったものはしょうがない。これを、これってなんだ、これなんか使えたりしない。これを捧げることによってこの3っていうやつのあの前の紙だよね、手に入れることができるよ、進行を手に入れすることができるよって出てるけど使えないんだよね。まずやっぱ使えないな。うん使えない、ではしょうがない。さてではまだポイント上げられないしな。よし久しぶりというか、またまた下の方に戻ろう。てかショートカットがそこら中できてるのはすげえ素晴らしいよね。行きやすいことこの上ない。できてると言ってもそこまであれではないけど。あいつどこ行ったよ。ちょっと待って、ここのこのショートカットも貫通してるんだっけ。はい倒した。連続攻撃できないから1回のコンボで仕留められないんだな確実に。あでも当てられたや。
で、まあ、ここはでかいやついるけど関係ない。ここか。通れるかな？さっきクラーケン倒したから何か売り始めてたりしない？しないか。さすがにないよな。じゃあな。ザ・フェステリング・バンケット。ダメですね。やはり解除してないや。そりゃまあ解除してたら多分俺覚えてるけど、さすがに。では通常にちゃちゃっと進んでいこう。というかあれか、一回一応は休んでいるから。敵が復活してるね。はいはい。とこのダークソウルの中盤みたいな感じ、いいね。何が中盤ってあれだよ、敵が一撃で倒せてることさ。こいつは無理だった。あ、いたのか。また気づかなかったよ。フィエラルビーストトゥース、あれは何を作るのに使うのやら。さて、左側のなくなったお金は無視でどんどん進もう。しかしスタミナが切れると遅くなるな。気をつけないと。はい、オッケー。ちなみにちょっとど忘れしてるんだけど、どっから行くのが早いんだっけ？こっちだよね。間違ってないよね。そうそうそう、合ってる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 はず。で、こいつのところから右へ行った方が早かったはず。おっと、さすがに一発では無理か。2発か。というか攻撃を当てた瞬間飛ぶのがちょっと辛いな。まあしょうがない。こいつはやはり一撃では無理か。はい、オッケー。あと気をつけなくてはいけないのが、こちらちょっと遅くなってるんだね、移動速度。いつもより。やはり重たいのは、そういうの、そういうところでデメリットあるよね。ちなみにもう一つ、全くと、おお、防具落としたよ、あいつ。きっと、ライトアーマーだけど、まあ、ないよ、出ました。ちなみにね、で、防具をそろそろ強化した方がいいのかなという気がしてるんだよな。多分ね、そろそろやった方がいいだろう。まあ、急ぐ必要はないか。ああ、シルバーリーフだ。これ何の強化に使うんだっけ？なんかあったよね。ただ何かをトランスミュートするのに使えるっていう、あれだったはず。おっと。さて、ジャイアント、ジャイアント、素晴らしい、この攻撃の差。で、これのとか、やはりすごく早く倒せていますね。いい感じ、いい感じ。さてと、この剣なんだけど、トランスミュートで何かできないか見てみよう。間違えて攻撃する、攻撃してしまった。危ない危ない。さて、クレイモはクレイモ、これだ。ああ、できますね。めちゃくちゃ攻撃力上がるわ。そして、これはクラス2のソードか、アンバーアイドルというものを持っていないのが辛いですね。ブラックウィドウ、レベル2グレートソード、クラス2マジック。ああ、兼用だ。マジックストリングスも変わるね。いや、こっちだけどね、やるんだったら。ただ、ストリングスのスケーリングが D でかなり低いですね。ただ、それでも全然こちらの現在使ってるやつより有用だ。
アイドルを、でもアンバーアイドルというアイテムを入手してからでないとちょっと無理。さてでは行きましょう。レベルアップがもうちょっとなんだけど、なんか使えないかな、これ。ちょっと使ってみましょう。どのぐらいだこれ。あ、500だ。結構いい感じ。レベルアップ、はい、ブラックパール入手。ここで問題はどうするよ。このままエンデュランスを上げて装備できる個数を上げるか、ちゃちゃっとこれを取って次のグレートソードクラス2を装備できるようにするかだよな。グレートソードクラス2をちゃちゃっと取った方がいいだろうな。ではもうちょっとあと2レベルほど耐えましょう。攻撃力そんなに困ってないしね。防御力はあれだけど。ああそうだ、こいつらどうなんだ、一撃で倒せるようになったのか。あと落ちるときっていうか降りると気をつけようよ俺。あ、一撃だ、素晴らしい。シルバーリーフ、さらに2体ほど右に出現してるはずなんだけど来ないな。来た来た、はい、死ぬところだった。間違えた間違えた間違えた、やっちゃった、バックを使っちゃった。次のチェックポイントまで知らなきゃいいんだけど。さてさっきは右側のクラーケンさんのところに行ったんだけど、次はここら辺からやってみるか。お、ベロブリタンいるね。こいつら普通に怖いんだけど。俺かなり攻撃力が高い。こちらの防御が低いのか。降りましたよ、ワーハンマー。これは攻撃力が俺寄りのやつなんじゃないのか。攻撃力が48、68とめちゃくちゃ上がるじゃないか。どうなってやがるんだこれ。ストレングス、ただしグレートハンマーレベル1が必要。しかも片手で振るのにはまだまだ足りない。てかハンマー系も上げるか。もうストレングス上がるしね。ただ全部上げようとするとほんとキリがないので、できるだけ剣にしたいんだけどね。ぶっちゃけ俺が剣が好きだからっていう理由で剣使ってるだけだよ。変な個室みたいなもんさ、気にするんじゃない。てか上にあれだな、アイテムがあるけどどこから行くんだろうか。あ、なんか嫌な予感がするな、こういう長いところ歩いてると。これ帰り戻れなくね、大丈夫。おーおおおざまー、ちょっと待って、倒したい。やばい、やっちゃったやっちゃった。てかお前ら飛べるのかよ。はい、倒した。ちょっと待って、どうする、降りる。あ、何もねえや。あ、やばい、こいつらエイリアンにしか見えないんだけど本当に。やばい、あと1体倒した。で取ろう。ふう、リーチフェールドも、あいつら危ねえよ、危険だわ。あ、降りてきた。いるところ見える、あいつら。こいつら見えないよね。よし、一旦下がろう。スタミナ回復、ま、回復待ち。あ、ここか、クラーケンの隣だなこれ。やばいやばい、来なかった、よかった。早めに倒そう。どこ消えた、あいつ。いなくなったぞ、ワンチクショー。どこ行きやがった。おい、上の方にやべえのいるぞ。あ、来た来た来た。やばい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 。こいつらジャンプがつらい。ひたすらつらい。あ、死んだ。死にました。2500か。多いな。ちょっと多いですね。ここでセーブをしていたので、まあ、ここ戻ってくるんだけど。やはりあいつらどうにかしないとな。どうする、遠くから弓矢で倒すとか。というかこの剣にしといて本当に良かったな。この剣なかったら辛かったな、逆に。あ、いや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 、またか、またこのパターンか。嘘でしょ。ははは
もう泣くしかないよね。グレートソードだと多分攻撃する前に敵に攻撃されるからっていうことかな。あれガードできないんだな、つかみ攻撃。次回でなんとかしてみよう。さて今回は装備を整えた以外はあんまり進展がなかったけど、次回は進展というか先の方へと進んでいきたいと思います。今回はここまで。今回は本当にひどい目にあったぜ。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドワでした。